はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカーシャドウオブチェルノブイリ続きやっていきます。雨が上がって、現在の任務、まずはまあ北を目指すということになって、軍の資料をね盗みたいというトレーダーシドロビッチの願いを聞いてあげよう。まずその北へ目指す前に高架線へ行け。はい、まずねゾーンの深くに行くためには古い線路の土手を越えなければならない。オッケー、なんか犬が吠えてるけど。でまずこのジャーニーマンっていう人に会えと言うから、行ってみよう。誰か死んでるぞ。お、なんかね普通に悲鳴とかもね聞こえてくるんだよな。死んでる。このデータベースっていうところから派閥だとか、まあなんか派閥は今このデューティーファクションっていうところしかないけど、なんか銃声するぞ。アノマリーってのが、まあこのなんだろう、謎の重力波みたいなものを発する、まあ、前回一瞬攻撃されたけど、なんか電気を帯びたやつもいるし。でこれからその越えようとしてるこのロケーションガーバジーは広大な機械の墓場。そう、最初の事故直後に大量の放射性廃棄物がそこに投棄されたというちょっと危険な場所。なんか動物倒れてる。襲ってきたり襲ってこなかったりする犬がいるんだよな。これなんだこれ。おお、おお、なんだあれ。あ、アノマリ、アノマリ。ちょっとここの先に行きたいんだけど、走る。やだこの犬の怯えた声。あー、ノーマリー。いやいやいや、あー、なんだあれ、あれアノマリだな。そこら中に発生するんだよな。おーい、おお、おお、回ってる。あれね、アノマリーに襲われたモンスターだ。あれ？待って、とりあえずここに来たのはいいんだけど、倒れてっぞ。何持ってんだよ。プレイボーイ持ってるし。あ、もらっとくけど。はい、おい、待って待って待って、あえてか死んでるが。しかもこの人プレイボーイしか持ってないし全く役に立たないが。ここ通れってことだよな、トンネルなんだから。仮があるとか言ってるけど、もしかしてこの人が持ってたこのアイテムに何か謎があるわけね。行くしかないなこれ。とりあえず、うわあ、だだ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 だ。どうするこれ。おい、お前さん、なんとかしてくれよ。この車ダメだもんな、多少食らってしまうのは仕方ないのか。ほい、あ、右端大丈夫だ。あー、痛い、痛い、
ライト、ちょっと待って。うわー、なんか倒れてる。ダメージ受けながらも渡るっきゃないんだよな。ガソリンが落ちてる。なんだなんだ。もう渡って。おお。通信が入った。フォックスって人を助けてやれ。アンド今フォックスって人から救難信号みたいのが入ったけど、向こうか。でさ、なんかゾンビみたいのいるよ。ゾンビ、このゲームゾンビ出るの。ちょっとコーラ飲もう。あ、でもこういうのを食べたり飲んだりしても体力が回復するわけではないな。医療キットを見つけないと。やだ、何あのゾンビ。で、こっち向かってきたこのゾンビ。でもこんだけ呪いなら特に問題はなさそうだけど。マジじゃねえ。ああ、なんか来た。あ、起き上がった。なんか変なモンスターいる。ゾンビみたいなのはほっとこう。助けてほしいってのはもしかしてこういうモンスターがうろついてんのこの辺。ほら、こっち来た、こっち来た。もしん中に強えわ。ほら、おお、目がある。でもこれさ、モンスター開いてさ、関係中立ってこれよくわかんないんだけど、モンスターとの関係性まで表示してくれちゃうの。おお、っとっと。なんかこういう建物には何かありそう。パン食べてみる。体力ね、やっぱりメディキットとか探さないとダメか。これは何もない。アノマリーの不意打ちが怖いな。こっちの建物にも入ってみよう。なんか死体か、死体があるのか。あった。これは売らせていただきます。お前も持ってるんかい。これ女性の影すらないゾーンにおいて、このアダルト雑誌は男性の欲求を解決するためベストパートナーになってくれるだろう。はいはい。あ、高額で取引されることが多い。じゃあいただこう。お金には目はないから。OK。そっか、じゃあこれをね、シドロビッチが高額買取してくれるかもしんないのか。なら積極的に拾っとこう。で、残り100メートルほど。
そう、このトンネルを越えたことによってここを通らずに済んだわけだ。ああ、赤いってことはこれ多分敵なんだろうね。まあでも別にそこを通ってもよかったんだろうけど。比較的この草の平坦な場所にアノマリが発生しやすいな。話し声がする。お、大丈夫ですか？ないんだよ。ポマギーチェ、ポマギーチェ、あ、知ってる人も多いと思うけど、ポマギーチェってのはロシア語で助けてくれって意味です。メディキットを探してあげよう。犬の尻尾、これさ、拾っといてなんか役に立つんか。医療キットあったらむしろ自分が欲しいんだけどな。多分この家の中にあるでしょ。ない？ポマギーチェ。あら、これ壊せん、壊せないか。医療キットな、持ち合わせてないんだよな。どうしよう。この車エンジンかかるか。いや、うるせえ、エンジンうるせえ。一旦シドロビッチのとこ戻って応急処置キット買ってくるか。トンネル通って、おお、なかなか騒がしい車だ。で、あっち通るのはやばいから、あのな、これハンドル持ってねえぞ、これ。トンネルを通って戻ろう。あらー、ゾンビ引いちゃった。あー、これダメージ受けるのか。戻ってきたー。この車がさ、やたら馬力すごいんだけど、こんなサビサビなのに。で、車に乗ったところでダメージは受けるのね。ちょっとね、プレイボーイ2冊持ってるからさ、これ買い取ってさ、お金にしてくんない？シドロビッチ。はい、どうも。貴重品ね、手に入ったよ。これよく見たらちょっと違うんだ、どっちも。これ買い取ってくれない？ダメ？こっちはいいのか。うん、ガソリンもいらないし、正直この辺もいらないんだけど、今のところね。何か必要な道具になるのかもしれないけど、とりあえずはいらない。シドロビッチ、これいらない？本当に？めっちゃレアだよ、これ。いらないか。ネプロカ、ハロシタワル。でね、これなんだこれ。トランシーバーか。武器が欲しい派なんだけど、今こっちが大切だわ。これをね、ちょっと自分の体力回復分も欲しいから、まあ、とりあえず3本。ネプロカ、ハロシャ。Но будет еще. で、そうだな。こういう人たちが欲しがったりする？おー、するぜー。おー、素晴らしい。待て。
これ人によってはもっと高く買い取ってくれたりする人がいるのか。ああ、まあ同じか。まあいいや、お金は随分持ってるね。はいはい、やったぜ。ビシッなバジドガビブリニア организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов。 もうちょっとお買い物しとこう。うん、 AK が欲しいんだけどね。まだまだお金が足りないわ。あ、すげえ、これめっちゃ高え。スーツかガスマスクがついてる。まあとりあえず今は武器は敵から回収、弾も敵から回収するからいいとして、回復系統は大事だな。これも一個いただいとこう。ニプロハハロシタハロシャノブディッシュザハディノプロヴィアトリッシュザハディ。はいはい、あっちのトラックに乗ってもいいけど、まあ持ってきちゃったからこの車使うか。モッドを入れないとね、車はそこら中に置いてあるんだけどね、運転はできないんでね、便利だね、車運転できるのは。おっと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 、ちょっと待って、車が暴走した。あれ、ここどこだ。まあこの辺はね、バグはまあ仕方がないんで、今空飛んだけど、ここは全速力で通るしかない。はい、もう降りよう。あ、痛い、あ、痛い、ちょっと待って、死ぬ。あ、ちょっと、いや、ほんと、アノマリーすげえな。いや、まさか死ぬとは思わなかった。で、ちょっと、高架線を越えるために、トンネルを通るってのはまあ、いいんだけど、そこやっぱりどんなに頑張ってもダメージを受けちゃうからね。ちょっとね、この先にある、その、正面突破。敵がいるところを正面突破してみよう。できることならば。確か4人ぐらいだと思うんだけど。この辺も危ないな。で、ちゃんとセーブしとかないとしんどいことになるから、ちゃんと手動でセーブしとこう。オートセーブの頻度はちょっと曖昧なんで。まあ後でこの民家は見てみるとして、うん、まあまあいるんだよな。バレてんのかな。ちょっとな、距離があるな。こっち回るか。ここをね、敵倒して突破できるなら楽だ。あれは敵か？敵だ。なんか強そうな武器持ってる。でも倒してしまえばこっちのもんだ。倒した。どこだ？見えた。ほう、いるね、おっと。
強いわ、もしんだが当てれば。いた、よっしゃ。あ、結構いる。よっしゃ、結構いたぞ。おっと、あっちにもいる。あ、一発じゃ倒れないな。はい、フォックスの分のメディキットを用意しておかないといけないから、メディキットは使えない。まだいるな。ちょっと草に同化して。あ、いた。オッケー。おお。オッケー。オールクリア。うん、ぽいね。よっしゃ。お、これはなかなかいいものを回収できるんじゃないか。おお、 AK だ。よっしゃ。ダイエットソーセージ、あ、もらえるものは全部いただいちゃおう。カラシニコーフ、素晴らしい。なんだこれ。ああ、レーションみたいなもんか。あ、タバコね。ミリタリーって書いてあるから、まあ軍だな、この人たちは。あ、ワルサー P38 だ。ちょっと、ね、まあありったけもらってね、売り払いたいからね、どんどん欲しい。うん、どんどんもらっちゃおう。で、ゲームオーバーになってからもう一回メディキットを買いに行った時に分かったことがあって、トレーダーから買うよりも普通の、まあ、平野兵士から買う方が結構安く買える。で、平野兵士はあのプレイボーイも買い取ってくれるんで。いや、たくさんあるじゃない。なんだなんだ、ワンワンは向こう行ってくれ。はい、ほんでもってだいぶね、手持ちが潤った。割と倒したな、たくさん敵を。よーし、一旦もう一回売りに行こう、トレーダーに。おお、ああ、強いけどね、反動すげえ AK。で、何やらここにちょっと戻ろうとしたらアイコンがあるんだけど。なんだこれは。こういうところから落ちるのが怖いんだけど。ちょっとね、戻ろう。あ、なんか置いてあるそこ。なんでもないのかこれ。はい、なんとかトラックで戻ってきた。ちょっと道中またアノマリーに襲われてめんどくさい目にあったけど、ちょっとアイテムが重すぎてね、スタミナの減りがすごいことになってる。早いとこ買い取ってもらわないと。なんか売ってもったいなさそうなものでもあるかもしんないけど、まあいいでしょ。неплохо。
Хороший товар. AKS とか持ってんだ。ああこれよく見たら違うな。ちょっと AK47 と AK74 か。ガソリンいらない。これ持っとくか。неплохо хороший товар。お金を使い切ってしまうことになるけど、今後のことを見据えるならば、これあっていいと思うからね、これ買おう。неплохо хороший товар。вот так бы всегда。オッケー。あ、ガスマスクしてる。ну проветришься заходи。そう、これだね。割といいんじゃないか、これ。放射能耐性もある。ちょっとこのガスマスクのな、この表示がな、これ確かオプションで消せたはずだから、消しとこう。なんか、バリケードみたいな感じでトラック止めちゃってるけど、メディキットも買ったから、多少、フォックス君のところ届けてあげよう。ポマギーチェ。あげちゃった。助けてくれって言うからあげちゃったじゃん。もうあと1個しかねえよ、チキショウ。まあ、いっか。なんか向こうのトラックエンジンかかんなかったからなんか浮いてるけど、こっちで行こう。ちょっと危ねえよ。ただこっち行くか。さてと、これを使え。ちょっとアイテム収集とか敵対とかで自身を固めることが多くなってしまったけど、とりあえずフォックスって人を助けた。で、あんたがストロークについて知っていると聞いたんだが。ああ、直接会ったわけではない。かつて仲間と奴を追っていたんだが、誰一人として捕まえられた者はいなかった。おお、もっと詳しい人がいる。で、さっき片付けた化け物の残りがまだ近くにいる。オッケー。あ、もう片付けた？やった。じゃあよかったらさ、プレイボーイいらない？よっしゃ、買い取ってくれる。この辺もあげよう。てわけで、任務。シリ？シリっていうのかな？お、どうした？ギャバジーの倉庫にいる。この人がストロークについてもっとよく知ってると。よし、それじゃあお金も貯めて、順調に貯まって、防護スーツも手に入ったし、もうちょっとガンガン行けるようになるでしょう。それじゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回はここね、目指していくと。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。